皆さんこんにちは。日本の女性ファッションモデルであるゆうちゃみさん。今回はゆうちゃみが収録中に下半身に手を伸ばし礼礼を実演する実態と、風呂嫌いで不潔キャラで知られる女性タレントが臭すぎて共演者から苦情が来た真相について紹介します。まずはゆうちゃみの履歴とプロフィールから紹介します。小川優奈は日本の女性ファッションモデル、タレント、グラビアモデル、女優、 YouTuber、 元ダンサー、株式会社 K ポイント所属、エッグの元専属モデル。愛称およびタレント活動名義はゆうちゃみ。幼少期は EXPG 生として、 EXILE のバックダンサーとして活動していた。2014年に東京ガールズオーディションのファイナリストに選出されたことをきっかけにモデルとして活動開始。2015年1月、第23回ピチレモン専属モデルオーディションでグランプリを獲得。同年からピチレモン専属モデルとして活動。2016年からラブベリーレギュラーモデルとして活動。2018年3月30日からポップティーンレギュラーモデルとして活動。2019年5月1日からエッグ専属モデルとして活動。2020年頃からタレント活動開始。2022年度上半期ブレイクタレントランキングにて第1位となる。2023年4月24日発売のエッグ2023春号をもって、4年間勤めた同誌の専属モデルを卒業した。11月20日にネイルオブザイヤー2023の授賞式が行われ、2年連続受賞した。2024年、実前ゆいちゃみと共に株式会社ラバーズとの業務提携終了と合わせて、所属事務所を株式会社愛一重飲用婦 MA からもう一つの業務提携先である株式会社 K ポイントへ完全移籍する。雑誌エッグの元専属モデルでタレントのゆうちゃみこと小川優奈が明かした。自身の情報リテラシーが話題を呼んでいる。10月15日から21日の新聞週刊とあって、日本新聞協会加盟社の山陽新聞デジタルなどがゆうちゃみのインタビュー記事を10月14日に配信した。インタビューではデジタル版の新聞を仕事前などに愛読していることをゆうちゃみさんは語っていました。またサンデージャポンなどの情報番組に出演しているため、お堅いニュースに対してコメントを求められた際の苦労も明かしています。発信する情報には責任を持ちたいという思いで新聞を軸に情報収集しているそうです。中でも印象的だったのは、新聞の記事は信頼性が高いと表現していたことですね。バラエティ番組での活躍が目立ち、令和の白ギャルと呼ばれる彼女のイメージからすると意外な側面だ。これに対して X 上ではこんな納得の声が多く聞かれている。読み比べして違いがわかるのは情報リテラシーの基本だから、バラエティ以外でも呼ばれるのですね。いつも見た目の華やかさとしっかりとした軸にギャップがあるなと思ったら、こういうことなのか。芸能界で生き抜く人だから絶対自投配位。この子はとても賢い。新聞の読み方も知っている。このようにテレビを通じて彼女の賢さを視聴者は感じているようだ。ゆうちゃみさんは売れっ子芸人や大物 MC からも高い評価を受けていることでもわかるように、トーク力や対応力、空気を読む力など、テレビタレントとして求められるスキルを兼ね備えています。頭の回転も早い印象ですね。もともと彼女がブレイクしたのはキャパイという造語を2021年にギャル界で流行させたからでした。キャパシティオーバーの意味で、地元大阪で近所の人がキャパオーバーだと口癖のように言っていたのを聞いて、彼女がキャパイでよくないと言い出したことから広がったとか、ブレイク当初からそういった内容をテレビなどの取材で聞かれて十分に説明できるだけの語彙力とトークスキルがある点ではただのギャルではない印象でした。ただその一方で視聴者からネガティブな印象を持たれた部分もあった。何度かバラエティ番組で風呂嫌いを公言したり、妹ゆいちゃみさんから暴露されたりしており、おギャルイメージが広がりつつあります。これに対する批判的な声はありますが、毎度毎度ネットニュースになるほどキャラが立っている証でもあります。そう考えると、最近芸人界を中心に賑わせている藤本敏文さんとのカップル疑惑についても交際を否定しつつ、うまくバラエティのネタに昇華している印象です。
ブレイク1年で消えるタレントが多い芸能界ですが、ゆうちゃみさんが生き残り続けているのはこのようなしたたかさがあるからかもしれませんね。ゆうちゃみことタレントの小川優奈が10月15日放送のテレビ朝日ロンドンハーツに出演、ある女性タレントの私生活に悲鳴を上げた。まだまだ本人にとってはキャパイ感じではないのかも。この日は番組大好評企画の格付けし合う女たち、女性タレント10人が参加し、一般人の予想を考えて自らでもイメージしながらお互いを順位付けする企画で、今回のお題は実はだらしない女だった。私生活や仕事面を含めて一般の男女にアンケートを取り順位付けした。そこで元ビッシュでタレントの橋休め敦子が話題になると、ぼる塾アンリはだらしないイメージがないと話したが、すかさず藤田ニコルやみちょぱからロンハーちゃんと見てないと指摘が入った。過去に家にある包丁が錆びているなどの仰天エピソードが露出した橋休め敦子は、この日も人生で包丁錆びたことないですかと不思議そうに聞き返した。橋休めは包丁を使って一度置くんです、しばらく放置していると告白。洗って水がついたまま置いているのではなく、実は一回洗わないで置いちゃうというものだった。この話にゆうちゃみは眉間にシワを寄せ、えと悲鳴。藤田ニコルに精肉とかはと聞かれると、一瞬パッと洗って横に置くと赤裸々に語り、スタジオは騒然となった。ゆうちゃみは無理と苦々しい表情で語り、ロンドンブーツ1号2号田村敦氏もゆうちゃみが無理と言っているのは相当と苦笑い。箸休めは終わってしばらくしたら洗いますと言い訳したが、ゆうちゃみはそれはさすがにやばいっすよほんまにと顔を引きつらせたままだった。1月1日に放送のバラエティ特番新春爆笑ヒットパレード2024にタレントのゆうちゃみがゲスト出演した。同番組にて MC のナインティナイン岡村隆史がゆうちゃみの名前を間違えるアクシデントがあったという。番組には100名以上の人気芸人が出演し、漫才やコントなどを披露。その中でお笑いコンビファイヤーサンダーのネタ見せ後、 MC の岡村がスタジオのゆうちゃみこと小川優奈に感想を振る場面がありました。ところが岡村はみちょぱめっちゃ笑ってましたけどと、同じギャルタレントのみちょぱと名前を間違えてしまった。これにゆうちゃみは、いやゆうちゃみですよと立ち上がりながら声を荒らげ、岡村がほんまごめんと何度も頭を下げる事態となりました。そんなゆうちゃみは今回丈の短い黒色のスカート衣装で出演。身長175センチの抜群スタイルということで美脚に注目が集まったほか、ある大胆シーンも話題を呼んだという。今回ゆうちゃみはひな壇の上段に座っていたことで、前列のゲストが話すたびに彼女の下半身がアップとなりました。その際ゆうちゃみの白スカートの三角地帯から白色の聖地のようなものが見えていたのです。通常タレントが番組で短いスカートを着用する場合、見えてもいい黒色のインナーを履くことが多いと言われています。しかし今回のゆうちゃみは黒ではなく白色だったことで、視聴者からゆうちゃみちらっと見えてる、最高のお年玉をありがとう、スカートの奥が見えて以降手で必死に隠し始めたから、リアルな純白ウェアなのでは、今年は良い年を送れそうだなどと推測や歓喜の声が上がりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。